こんばんは、平井博明です。いや、H でしょ。あ、T はトールの T になっちゃうから。今回はですね、トールくんの T T 字っていうのをですね、ワンナップゴルフではインパクトゼロの次に大事ですよということをですね、お伝えさせてもらってるんですけども、コメントにも来ました。 T 字の動画ありますかみたいな。T 字だけの動画はないんで、今回撮っていきたいなと思ってやってみたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。そもそも T 字っていうのは肩のラインとクラブの関係、これですよ。これがずっとこう T をキープしてるっていうのが、ワンナップゴルフで1から8ステップっていうのがあるんですけども、その中で意識していただきたいこと、結局自分で感覚をつけてバチンってフルスイングするんじゃなくて、このこういう基本動作の中にずっと体にこう垂直にクラブがこう刺さって動いてるような感覚でいてくださいねっていうことなんですね。要は遠心力に負けてその T がこうやって崩れますよ。こうやってなったら振り遅れますよ。こうやってなったら突っ込んで左行きますよ。っていうことなんですよ。なのでそれをキープするように、クラブが右と左にこう行かないように常に自分の回転スピードでヘッドを動かす意識を持ってくださいねっていうのが、トール君と僕が言って T 字っていうことなんですよ。だ、そういう動きをその基本動作に入れてください。で、それに対してまあ動画の中では、はい、靴した方がいいですよとか、なんじゃ固く使った方がいいですよとかって、いろいろニュアンス的にお伝えをしてるっていうことなんですよね。形的にはその体の正面にクラブが常にある関係性を持ちながらスイングしてくださいねっていうことなんですよね。そう、そういう動画を撮っていこうかなと思ってますんで。なんでその T 字が大事かっていうことなんですけども、やっぱり上半身の回転スピードっていうのが振りたいスピードに近くて、で、腰の回転スピードっていうのが理想のスピードに近いって言われてるんですよね。なんで飛ばしたかったら、どこが一番早く動くかって大体腰なんですよ。こうガッて切るんで、そう、それに対して上半身がついてきて、で、その上半身にクラブがきっちり合ってればナイスショットは出るんですけども、どうしてもクラブって遅れやすいんですよね。こうやってヘッドが遅れて、自分の打ちたいタイミングにヘッドがない、まだ到達してませんよっていうインパクトに。そういうことが起こらないようにしてくださいねっていうことなんですね。なんでそういう意識を持って、ぜひ T 字をですね、意識していただけたらと思うんです。その中でも自分からヘッドをポンポンってこうポンと押す作業っていうのは少なからず入れます。それはタイミングなんで、何にも入れないでこのまんま棒状でこうやって振ってたらタイミングがないんで飛距離は出せなくなっちゃうんです。で、その中にポンって最後こう押してあげる作業を入れると飛距離っていうのは相当伸びるんで、T 字の中にもアクションをこう入れてあげるっていうのはすごく大事なんですよね。そう。ただベースとなるのはその T 字っていう形ですよっていうことなんですよね。うん。それがすごい大事です。その小さければさ、こっち向いてこっち向くって、うん、T が崩れないのはわかるんだけどさ、うん、振りかぶり始めるとさ、うん、ずれてっちゃう。ずれてっちゃう。ずれてっちゃう。ね。結局、9時3時までは同調しやすいと思うのね、うん、体とクラブ。そうだよね。あ、で、そっから腕とクラブだけになるじゃん。そうなんだよね。うん。で、腕とクラブだけになるのに、うん、まだそこで体を使う方が T に戻れないのね。あ、そう。で、こっから同調します。うん、こっから単独になります。うん、って言ったら、こっからここの差があるじゃない。うんうん、それってだいたい45度って言われてるのね。へー。こういうこと。はいはいはい。ここじゃなくて。うん。こういうこと。それが単独行動した分。うん。それをキープして打てば、いい振り遅れなの。要は、プロがやってること。はぁ。そう。だから、トップ作って、ここでも同調してたら、うん、戻りすぎちゃうわけよ。あぁ。クラブが余りすぎちゃう。はいはいはい。そう。だから、プロって、こっから単独行動した分、遅らせながら、こうやってくるのね。はいはいはい。それが45度遅れてる状態、うん、まあいい振り遅れって言われてるんだけど、うん、それはただフェース面はターゲット向いてますよってことね、うん、だけどそれはもう本当上級クラスのこと、うん、だから基本の動きっていうのは上げて上げた分戻しなさいよっていうこと、うん、そう、トール君の言ったようにここまでは同調、
こっから単独行動。で、そこで、こう戻る時間を作ってたら、回転が遅くなっちゃう。だからもちろんこっから振りに行かなきゃいけないの。ビュッて回転するでしょ。したら、この振り遅れた分を、フェースなり、そのクラブアーツなりで取り戻してる状態を作っていかないと、遅れたまんま来ちゃうのね。だから振り遅れるの。それを結局、まあ戻すなり、フェースをまっすぐにするなりで、まっすぐ行かせるのね。そういう作業が、入らないと、まっすぐ飛ばすことはできない。そのプロがさ、45度遅れながら打つのは、いい振り遅れをしてるのはわかるんだけどさ、アマチュアがじゃあそれ戻そうとしたら、ま、その今言った、何らかの方法で追いつかせないといけないってこと、追いつかせないといけない。単独で行った分を。あ、そうなんだ。そう。だから、緩くしてたら、戻せないよねっていう。それはじゃあ、どうやって戻すかは、その人によるんだ。その人に、例えば、右手なのか、下半身リードなのか、いろいろあるじゃない？戻せって言われてる方法が。だから、それが自分に合うもので、戻さなきゃいけないのね。ただ、じゃあ、何個か戻す方法ありますってなった時に、俺が言ってるのは右手じゃない？右手の方が、戻すのに、分かりやすくて戻しやすくないのかなって、って思ってるから俺は右って言ってんのね、もちろんそれが正解じゃなくて、戻しやすいのがいいんだけども、トップを作ってこっからパチッてこうやって戻すのに、今勢いよく戻したじゃない、あの時に何使ってるっつったら俺は絶対に右なのね、そうだね、だから右の方が戻しやすいですよねっていうことなの、だから方法はどんな方法でももちろんいいです。だから戻しにくい方法とかもあるし、それがね、俺は右手だったり、右手使わないんだったら背屈だったり、左手のね、そういうものを使わないと俺は戻らないから、そういうやり方で俺は戻してるのね。そうだから T の字って絶対に必要なことなんだよね。そうなんだ。そう、基本動作には、まずはそのやっぱりじゃあ9時3時をやった方がいいんだ。9時3時やった方がいい。まず単独のところはまあ置いといて。8時4時でもいいし、9時3時でもいいし、とにかくハーフウェイより下でやってみることが大事。あそこだけだったらあれだもんね、体の回転だけでできるもんね。それより上に行くと腕とクラブ上げなきゃいけないんだもんね。そう。で、お家の中でも T 字意識したいやりたいっていう人はパター。ああ、そっか。パターはド T だから。そうだよね。しかも上げないもんね、そんなに。そう。9時まで上げないもんね。そこで分かってくれる人いるかな？縦回転じゃないってこと。横回転なんですよ。パター。こうじゃないんですよ、パターって。こうです。絶対に。縦ではない。縦に動くのはクラブ。横に動くのは人間。そうです。合わせて、だから斜めになるんですよ。そう。だから、その動きの勘違いっていう言い方はどうか、あれだけど、横に回転してください。パターン。こうやって。え、パターンが一番前傾って深いの？まあ、ね、イコール、クラブの長さがパターが一番短い確率が高いからね。あ、そうか。だから、変な話、かがむじゃないけど。そうそうそう。前傾が深くなる。あ、だから、こういう風に動いてるように見えちゃうんだ。そう、縦にこうやって。あ、って動いてるように見えちゃうんだ。うん。でも、縦に動いて見える人って、もともとこうやって前傾がこう、覆いかぶさってる人がこうやって動く。そうしたらまあ、そうは見える。見える。見える。見えるけれども。だけど、こうは動いてないってこと。軸を折ってないってことだね。そうだね。うん。軸はまっすぐ。で、こうやってやってるっていう。うん、うん。そう。これ縦に動いたらさ、こうやってなっちゃうじゃん。でもそうやってさ、パター打てってさ、教える人いる。いやさ、いたわけじゃない。誰と言わないけどさ。まあ、サロンの方は分かってる。そうなんだけど、いたわけじゃない。はい、それは、こう前傾が深い人を見て、そう思ったのかな、なんでそう思ったんだろうなと思って。そうだよね。でしょ？確かに。そういう風に見えちゃって、あ、そう打つんだって思ったんだったら、何も分かってないなと思って。そう。いや、見る目がさ。そうだよね。そうだよね。だって、正式な免許を持ってるんだったら、
横回転なんだけど、今登録の言ってるの横回転なんだけど、うん、前傾が深いから縦に見えますよっていう説明をしなきゃダメよね。うん、そう。けど、ね、縦なんだと思って縦で教えてんだったら、どんだけ見る目がないっていうか。そう、いや、そうなっちゃう。そうなっちゃう。そうだよね。うん。で、それをお客さんに伝えちゃったら、やばいよね。やばい、やばいんだよね。やばい。え、教科書に載ってないの？横回転ですって。登録、ほんとごめん。教科書って話になっちゃうと、俺また話は別になっちゃう。俺、教科書ダメなんだよ。そうなんだ。そうだった。取り当たっちゃうの。いやいや。ジンマシン出ちゃうけど。出ちゃうけど、あんでしょ？教本ね。うん。うん。縦って言ってんのかな？わかんない。俺、見たことない。そうだよね。見たことないよね。1ミリも自慢じゃないけど、うん、インペリアルもね、教本用意したの、うん。で、コロナ禍になる前は、うん、1時間朝ミーティングをやって、うん、打席に行ってたのね。うん、座学やって、うんうん、ホワイトボードと使って、教本使って、うん。俺は意味ないと思ってやめたんだけど。で、時間が足らないから。そうだよね、まあ。で、そんな1時間座学やってんだったら、うん、お客様もボール打ちたいんだから、うん、打ってもらった方がいいと思って、やめたんだけど、うん、俺その教本をね、うん、開いた回数、うん、ほとんどないんだよね。どっか行っちゃってんでしょ？どっか行っちゃってる。あ、それはあの、ちゃんとしたところが出してる、PGA。出してるやつがちゃんとある用意されてたんだ。ああ。それ見たいな。今度借りてきてやろうか。自分の なくなっちゃってんだよ。なんかね、うん、あの、難しいなと思っちゃった、俺。字って、字を読んで行動に移すって難しいなと思った。難しい。あのね、多分登録君びっくりすると思うけど、うん、ルールブック、うん。言い回しが意味わかんないから。これは何とかである。こうならなければならないから、どうちゃらこうちゃらとかって、言い回しがね、めっちゃ難しい。だから、いや、正解は何って。端的に言ってよ。そう。じゃあどうすればいいのっていう。そう。ルールブックはすごいから。ああ、そうなんだ。結局何って言いたくなっちゃう。ああ。いい悪いはまた別だけど、例えば1打目、うん、白杭の境界線を越えちゃって、うん、OB 行っちゃったら、うん、もう一回ティーグランドから3打目で打ち直してねとか、うん、そういう風に書いてほしいわけ。はいはいはい。そうすればさ、誰でもわかるし、わかる。ゴルフやったことない若い子でも、ね、わかりやすいじゃん。うん、だけど、何に乗っ取って、うん、で、どうちゃらこうちゃらって、うん、これはルール何の何の違反になりますとか書いてある。だそれは何？それまた調べなきゃいけないのって。そう、そうなっちゃう。そういうルールもそうだし、なんかそういうものってね、なんか難しいことが多くて、だから教本って、しっかり内容を把握した上で自分のスイングに取り組みたい方なんかはいい。教本を否定してるわけじゃなくて。うんうん、だから、その、俺は、もともとそういう頭だから、あの、考えたくない人だから、うん、見よう見真似がすごい好きなの、うんうんうん。だから、教本は俺には向いてなかったから、あったな、そういうのでも。教本って普通の人も買えるの？買える買える買える。売ってんだ？ PGA のホームページから買える。嘘、買おうかな、じゃあ。やっぱ、ほら、ゴルフのチャンネルやってんだから。確かに、勉強することは、ね。ちゃんとお勉強しないと。うん、大事だよね。うん、でも買っちゃうとね、平井くんとあれやっちゃうから、こうやって書いてどうだろうってやっちゃうから。もう潰されるから、ちゃんと。PGA に。ね。潰されるでしょ。うん。危ないっす。面白いところ見つけに行っちゃうんだから。本当だよね。もうやばい。買わない方がいい。うん、やめよう。買ったらやっちゃうから。そうだよね。うん。そう、でも、ちょっと話戻しますと、アマチュアの方のスイングの見極めがちゃんとできる、うん、やっぱり、ね、レッスンに行くことをお勧めするし、うん、T 字を意識するんだったら、うん、本当お家の中だったら素振りでもいいし、うん、ボール地点だったらパターをやるだけで相当変わる。無意識っていうのが一番怖いから、すべて行動は意識をすることがすごい大事。だってその長野から来た方、こうやってまっすぐ構えて、こうやって打ったら、全部ターゲットの右手のひらがこうやって向くのね。うん、これ返してるじゃん、こうやって。こうじゃん、普通、うん。アドレス。うん、で、こっから、こうやってなる。おー、ほんとだ。そう。そしたら、こう、閉じるじゃん、戻ったら。うんうんうん、それで、あの、なんで左行くかわかんないって。うん。だから、こっから、こうやってやってるから、フェース返してるじゃないですか。うん、だから、左行ってるんですよ。で、しかも、こうやってやったらロフトが死ぬじゃない、うん、立つじゃん。うん、だから、球上がんないで左に
チョロが出るじゃん。うん。それがなんでだか分かってなかった。おー。だから、本当にやってるかどうかじゃチェックしますよ、つって、アドレスこうやってやったの。うん。で、これでやったらまっすぐ戻るじゃん。うん。そう、それで打ったら、まっすぐ出た。もちろん。へぇー。だほらねって、やってますよねって。だから、無意識でしょ？無意識が一番良くないんですよ、って言ったの。意識してやってんだったら戻せる。うん。でも無意識は戻せないから。無意識だから。だからそういうのが一個一個クリアしていかないと、スイングっていうのは治りませんよって言ったの。こうやってなった。そう。で、9時3時で、ドライバーでね、180ぐらい飛んだの。うん。だから、めっちゃいいスイングしてますよ、スタン。うん。リストターン以外は。で、そのリストターンをなぜやるのか、うん。どうすればなくすのか、っていうのを伝えて、うん。したら、ドライバー、もう、十何年前のドライバーに戻った。弾道が。それぐらい、YouTube、もうラブ。ああ。そう。で、YouTube を見たのは自分なのに、YouTube にぶっ壊されたって言ってる。でもその方すごい、面白い方で、うん、冗談通じる方で、うん、最後いい、ね、球打って、帰って、うん、もう本当に全然違うっていう。今までの球と、うん。本当にああいう球だったらゴルフができるって言ってた。ゴルフになんなかったって言ってたから。そう。うん。だからその方は、本当相当見てくださってるの、ワンラップゴルフ。へー。そう。それで、トール君と俺がね、うん、ふざけて、うん、毎回同じ人の話してるって。そんなすぐみんな治るわけないっつって、うんうん、トール君から俺いつも突っ込まれるでしょ。そう。実感したの、そう。自分もそれになっちゃった。そう。本当に左でチョロしか出てなかったから。うん、うん。そう。こういうことですね、つって。よっぽどなスイングじゃない限りは、治ります、うん。そうだよね。あれだって、先週の人がなんかも同じこと言ってなかった。そう。そうなの。そんなことあるわけないじゃん。距離が一気に20ヤード伸びるわけないじゃんって自分が伸びて帰ったんでしょ。増えちゃうから。取れないんだから。でもずっと同じ人のこと言ってる。一人のこと言ってるんだもんね、ずっと。始まったね。悪いのが始まった、また。別。曜日も違う。違うの？よ、名字も違う。嘘？うん。その方はね、ワンラップゴルフ打たないのがいいって言ってた。あら。打っちゃうと、うん、その人の打ち手のイメージ、スイングのイメージがついちゃうから。ついちゃう。言葉だけのイメージで動かしたいんだ。だから、トール君の言うように、俺も今回、うん、家撮りしてるけど、うん、今後、打たない。そうだよね。うん。平井君の打ったイメージがついちゃうもんね、動きとかも。そう。平井君になっちゃうんだよね、だからね。そう。インサイドアウトお化けが出るから。だから良くないの。良くないよ。だから YouTube インサイドアウトばっかり。そうなの。だから俺打つのやめる。そうでしょ？うん。あって素振り。うん。あとね、自分の感覚に自信はあるし、うん、自分の感覚に嘘はつけないから、うん、かといってその YouTube で俺がボール打ったら、俺のスイングを評論する人が出てきた。うん。だからやめる。そうだね。打たない。うん、そうだね。だから感覚ってのはすごい、本当大事。うん。自分の。うん。うん、基本を一から、やりたい場合っていうのは、うん、本当に T の字を意識して、それをどれだけ大きくできるか、スイングを。で、それに、今度、飛ばなくてもいいの、最初。大きい T 字ができてきたら、それに自分のタイミングを入れる。打つタイミングを。そう。そうすると、飛距離っていうのはガラッと変わる。うん、で、それがタイミングもできてきた。って言ったら、今度、その、T 字にタイミングを入れたスイングスピードをどこまで速くできるかっていうのがポイントです。速さに限度はありません。お好きなスピードでいいです。ただタイミングと T 字がずーっと入れられるかどうかがポイントなんですよね。そう、それが崩れちゃうんだったらダメなんで、崩れない限界のスピードを見つけなきゃいけないんですよ。そうやってスイングっていうのは整えていって作り上げていくものなので、何も自分で今基本も何も持ってない方が理想を入れてしまった時に、もうそういう動きっていうのはできない。なぜかというと、その理想の動きをやりたいだけになっちゃうので、そういうことっていうのは結構後々怖いことになっちゃうんですよ。戻れなくなったり、調子を回復できない理由になったりするんで、
そういう基本の動きっていうのを先に入れてあげた方が、常にこう自分の、まあ家みたいなもんですよね。帰るものがある、帰るところがあるっていうのはすごい大事なんで、その、意識っていうのを持っていただいた方がいいと思いますね。はい。今回は、ZT に T を崩さないで打ってくださいっていう動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。